手足口病は、手足や口の中などに水ぶくれができるウイルス性の病気で、主に乳幼児がかかりやすいとされています。県内25の小児科の平均患者数で見ると、今月16日からの1週間で6.04人と、警報値の5人を超えました。7月第一週に警報値を超え、その後減少傾向でしたが、ここに来て、 増加傾向に転じました県はこまめな手洗いうがいの徹底を呼びかけています。